こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。バイデン政権になってから、メキシコ国境で大量に移民が押し寄せて国境危機が起きているアメリカですが、バイデン政権はこの中南米からの移民たちを深夜の秘密フライトで飛行機でメキシコ国境からフロリダへとフロリダ州政府の許可を得ずに、 秘密裏に移民たちを輸送していることが明らかになりました。今日はこの事件についてお話しします。アメリカの保守派の新聞ワシントン・エグザミナーによりますと、バイデン政権は米国南部のメキシコ国境の不法移民たちを国境の不法移民収容施設からフロリダ州北部のジャクソンビルに 飛行機で深夜にに秘密裏に輸送していますその航空便の数は今年の夏以来今までに70機以上に及んでいるとフロリダ州政府は明らかにしていますフロリダ州が確認できただけでもこれだけ多くの数ですがフロリダ州がこの航空便の数を開示したのは今回が初めてです 共和党のフロリダ州知事ロン・デサンティスはフロリダ州のジャクソンビルへと移民を運んでいる謎の飛行機を誰が何のために運んでいるのかを明らかにするためにバイデン政権に情報を開示するように求めましたがバイデン政権はこの情報の開示を拒否しましたホワイトハウスで 記者はホワイトハウスのジェンサキ報道官に対して次のように質問しました。なぜバイデン政権はメキシコ国境から移民たちをミッドナイト、深夜真夜中に飛行機で輸送しているのですかこの質問に対してジェンサキ報道官は人を馬鹿にするような笑いを浮かべて答えました。 真夜中にですってこうして笑った後で子供たちを別れ別れになった親御さんに会わせるために移送していますとぶっきらぼうに答えました民主党政権の報道官ジェンサキと副大統領のカマラ・ハリスの的をいた質問への回答方法が似ていると思うのは私だけでしょうかカマラ・ハリスもジェンサキも 的をいた質問をされたたには、ただ人ををにすすす。るような笑いを浮かかべてごまかすのです副大統領のカマラ・ハリスもまたメキシコ国境に移民が押し寄せている問題について「メキシコ国境に副大統領は視察に行きますか?」と記者から聞かれたカマラ・ハリスはただこのようにゲラゲラ笑って「今日じゃないわよ!」と言って でごまかしましたまたマリファナを合法化すべきかどうかを聞かれた時にもカマラハリスはこのようにゲラゲラ笑ってごまかしましたカマラハリスはゲラゲラと笑った後で私たちには娯楽が必要よと言いましたこれはかつて民主党のクリントン大統領がマリファナを吸ったことがあると言われていますがと聞かれて クリントンは笑いながら吸ったことはないよ吹かしただけだよと答えたのと同じ態度です本題からずれてしまったのでバイデン政権の深夜便での不法移民らの大量輸送事件に話を戻しますバイデン政権が深夜便で70回以上も 共和党が実権を握るフロリダ州政府には無断で移民たちをメキシコ国境から航空機で移送している空港はフロリダ州北部のジャクソンビル空港です。ジャクソンビルはフロリダの最も北、最北部にあってジョージア州との州境の近くにあります。 ジャクソンビル空港に深夜に到着した飛行機から降ろされた不法移民たちは、バイデン政権がチャーターしたバスに乗せられて、南や北のどこかに運ばれていますが、その移送先は不明とされています。フロリダ州の共和党の州政府が、連邦政府の民主党バイデン政権に対して、一体何のためにどこに真夜中に移民たちを移送しているのか と聞いても、バイデン政権は一切回答を拒否しています。FOX ニュースの映像に出た深夜にフロリダ州ジャクソンビルに到着した飛行機を見ると、機体上部にワールドアトランティックという文字が見えます。つまり、ワールドアトランティック航空の機体です。ワールドアトランティック航空は私が調べたところ、 カリビアンサンエアライン株式会社の商標で、この航空会社はチャーター便主体のフロリダ州の企業です。この数ヶ月間で深夜に運航されて、不法移民たちを秘密裏にフロリダに運んだチャーター便は、バイデン政権によってチャーターされたものと見られています。この航空会社が持つ機体は、 マクドネル・ダグラスの MD83 は最大搭乗乗客数が150人ほどです。満席で乗せていたかどうかは分かりませんが数十人が飛行機から降り立ったという目撃情報はあります。例えば平均で50人が乗っていたと仮定した場合。 これまでに70機で3500人もの移民たちをメキシコ国境からフロリダの空港に運び込んだことになります。それでは何のためにバイデン政権はこれだけ多数の移民たちをメキシコ国境からフロリダ州にフロリダ州の許可を得ずに深夜に秘密裏に運び込んだのでしょうか。ここからは あくまでも私の推測になります。次の選挙に向けての何らかの布石と考えられなくはないでしょうか。フロリダ州は激戦州で、現在は共和党の牙城です。フロリダ州の北側のジョージア州も共和党が優勢な州です。そこに数千人単位で民主党の意のままになる投票者を送り込むことができれば、 どううなるでしょうかこんなことを考えつくのは一体誰でしょうか私は真っ先にバラク・オバマの顔が浮かびました。バラク・オバマは最下層の人々を動員できる選挙の天才、選挙の鬼と言われてきました。バラク・オバマがいつも選挙に動員してきたのは、いつもならば選挙には絶対に行かない、もっと とも貧ししい社会のの最下層の人々でした。バラ・コバマは選挙運動で常に選挙の運動員たちに言い聞かせてきたことがあります。絶対に自分たちの政策を主張するな。相手の要望を聞くのに徹しろ。私たちにどうしてもらいたいですかとだけ聞くのだ。とバラ・コバマは選挙の運動員たちにいつも言い聞かせていたのです。 どうしてもらいたいかだけを全て聞いた後で私たちはあなたの考えを実現するように努力しますとだけ言えとバラコバマは運動員たちに言い聞かせていたのです今回の不法移民たちの移送事件で私の頭に思い浮かんだのはこのバラコバマの戦略でした信じるか信じないかはあなた次第です 今日はこの辺にします。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。